こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。シチュエーションが浮かんできてね、すごく興味が惹かれるイラストですよね。大阪デザイン&IT テクノロジー専門学校の生徒さんの作品です。タイトルは逃走失敗。今回はねコメントがなかったので早速添削に移っていこうと思います。でね、何よりもまず書こうとする意志に溢れた作品だということが伝わってきていい作品ですよね。それとね、今回はこう書こうっていう意志を持って絵に取り組んでいる人の作品だなっていう風に感じました。逃走失敗っていうタイトルからもわかるように、このね画面の上の方にいる鉄球の悪魔がこのキャラクターにとっ捕まって焦っている感じを表現した絵なんですが、女性のね威圧的な感じを表すために顔に影を落として威圧的な演出にしていたり、鉄球をね上の部分わざと見切れさせて逃げようとしたけど失敗した感じを構図で分からせようとしていたり、かなりね作者の工夫が見て取れるんですよね。その姿勢がまずは素晴らしいです。最高でね、じゃあどこを添削していくかなんですが、この作品ですね、何よりも色で失敗しちゃってます。はい、もうねあまりにレベルが高いのできっとこの方は飲み込んでくれるだろうと信じてズバッといっちゃいます。色がねちょっと綺麗じゃない。特に影色に黒を使いすぎですね。これ何度も何度も口を酸っぱくして言っていることなんですが、影色に黒を混ぜすぎると臭そうになっちゃうんです。今回はまずは色、そしてちょっと構図としてもねかなり工夫されているんですが、もう一本惜しいっていう部分を添削させていただきますので、色と構図この2点に注目しながら添削を進めていきますね。それでは早速行ってみましょう。はい、ちょっとね色と構図それぞれ分けて別々の添削をしていくのが難しいので、ちょっとずつどっちも直していくことになるんですが、まずは構図についてこうしちゃいます。はい、女性の画面への入り方なんですが、ちょっとね右側に寄りすぎてしまっていたので少し見栄えがしませんでした。主人公である女性は一番いいところに配置させたいので少し角度を変えてね真ん中寄りに見えるように修正しました。はい、次に色なんですが、やっぱりね最初に言ったように全体的に色がくすんで見えちゃっています。影はね暗くしなきゃいけないって思うかもしれませんが、実はそこまで暗くしすぎる必要もなかったりします。そこを調整してみますね。はい、肌色に関してはかなり持ち上げたのと、シャツも一旦明るく持ち上げてみました。シャツはねちょっと色味まで変わってしまったので、はい、黄色みがかったグレーだったのが青みがかったグレーになってしまいましたよね。ここは後で調整しますね。そしたら次は少し体つきを調整します。こうです。はい、おそらく俯瞰構図を意識して描いたからだと思うんですが、このキャラクターかなり上半身が屈強な感じの見た目になってしまっています。まあもちろんねこういう人なんですって言われたらそれまでなので、まあそうだった場合はごめんなさいって言うしかないんですが、狙ったわけじゃない場合には女性はね腰回りの方が少し大きく描いてあげた方が女性らしいシルエットに描くことができると思います。俯瞰構図の時にはねこうなりやすいので特に注意してください。それと影の付け方なんですが、特に僕が気になったのはシャツについているこのね影でしょうか。立体感を強調したい時ってどうしてもこのように濃い影をつけてしまいがちなんですが、意外とですねそんなに影を濃くしなくても立体感って出せるんですよね。やってみます。
はい、こんな感じ。シャツのような柔らかくて薄い素材のものはあまり濃い影をつけない方がむしろそれっぽく描けてリアリティを感じられると思います。次はスカートですね。スカートも全体的に黒くなりすぎていて、ちょっとね、重たくなりすぎている感じがあるので、もう少しだけ光が当たっている部分を作ってあげてもいいかもしれません。はい、こんな感じです。お腹周りはね、影面でもいいですが、裾周り、ここを明るくしてあげた方がちょっとね、広がっている感じも表現できていいと思います。あとは腕についてなんですが、このですね、左腕、ここがちょっと画面への収まりが良くないのと、真横に広げているせいで絵面がね、少し平面的になってしまっている感じがあるので、こういう時はこうします。はい、真横じゃなくて画面奥の方に腕を引いてあげる。こうするだけでもね、ポージングに奥行き、立体感が生まれるので、ここにね、空間が生まれていいですね。はい、奥の腕をやったので、次は手前の腕も調整します。やってみます。はい、手前の腕はね、そんなに変えてないんですが、体とのつながりを考えて微調整しました。まあ、ちょっとですね、俯瞰構図にしては肘から手にかけてはここだけちょっと正面っぽく見えていたので、ここの長さがね、ちょっと長く見えすぎていたってのもありますね。そこを自然に調整した形です。さて、同じようにマントの色も少し明るくしましょうか。はい、マントも明るく見えるように色調整しました。すいません、このキャラクターオリジナルじゃなくて二次創作だとしたら恐縮なんですが、このね、マントの色の緑と、あと制服部分の青緑の部分、この色を統一した方が見栄えがすっきりまとまっていいんじゃないかと思って、ここの色味を統一してみました。まあ、どのね、媒体を想定したキャラクターデザインなのかにもよるんですが、色味で統一できる部分は統一してしまった方が、色をたくさん使うよりもそのキャラクターの印象が強まるという場合も多いので、その辺はね、意識してみるといいかもしれません。さあ、それとここもちょっと黒すぎるかなと思った部分、このチェーンの部分ですね。チェーン自体がね、黒いのはまあそうなんですが、固有色が黒いからといってそのまま黒く塗らなくてもいいんですよ。例えばこんな感じもありです。はい、少し紫を混ぜて明るくしてみました。ちょっとね、明るいハイライトの部分も付け加えていきましょう。はい、ハイライトも付け加えて少し明るくしてみました。こうした方が色が重たくなりすぎないので、キャラクターに馴染む感じがするでしょう。はい、でね、キャラクターも変形してしまったので、キャラに合わせてチェーンの形も調整しますね。はい、こんな感じ。あとはさっき影を調整した時に消えてしまったシャツの縦縞、これもね、追加していきます。はい、こんな感じですね。体の部分については大体できました。次は顔周り調整していきます。顔もね、すごく美しく描けているので、特にね、形を大きく変化させることはありません。ただちょっと最初から気になっていた部分としては、このね、影と光の明度差がちょっとちらついてしまって、キャラクター自体の表情に目が行きづらくなってしまっているという問題点です。ちょっとね、白目が明るすぎたり、逆光なんだけど鼻周りだけはレンブラントライト気味にハイライトが入っていたりして、ちょっとね、明暗差が忙しい印象なんですよね。その辺を整理するように顔周り調整してみます。
こんな感じ。顔の正面はね、思い切って全面影に落としてしまって、白目も暗めに調整しました。はい、それとですね、髪の毛に関してもですが、髪の毛も陰影がちょっと激しすぎてですね、ここに少し目が奪われすぎてしまっているので、ここももう少し暗く調整してみます。はい、こんな感じ。主に前髪部分、ここも影にしてしまって、顔の部分に視線がより行きやすいようにしてみました。あとちょっと細かいですが、このね、髪飾り、これをちょっと額に沿って変形をかけてもいいかもしれません。はい、すごく細かいんですが、こういうね、装飾が立体に沿っているかどうかによって、絵がね、柔らかい印象になるか硬い印象になるか決まる部分があるので、注意してみてください。あとはね、いろいろ調整する中でこの後ろ髪が消えてしまったので、ここもね、描き足します。はい、こんな感じ。顔周りの添削は以上です。はい、そしてね、次は絵作り全体に関わる最後のパートです。ここ結構大事ですよ。気を抜かずについてきてくださいね。まずはですね、この手前の鉄球の悪魔なんですが、この子こうしちゃいます。はい、思い切ってでっかくして、女の子の顔にかぶるぐらいの大きさに拡大しました。これね、結構大事です。なんでかっていうと、この最初の状態で女の子と手前の悪魔と奥の悪魔、あんまりね、絵が重なってないんですよ。重なってない分、全てのモチーフがしっかり全体見れていいじゃんって思いましたか？それ完全に間違ってますよ。このように前後感を強調するような絵作りの場合、むしろ積極的に手前と奥のモチーフを重ねてください。このですね、羽の部分もそうなんですが、これわざと重ねています。こうした方がパッと見た時に、あ、この悪魔は画面手前の方に逃げてきてるんだなっていうのが視覚的に一発で伝わりやすくなるので、重ねた方がね、効果的なんですよね。さあ、それと大事なのが、このね、手から悪魔につながっているこのチェーンですね、ここのたわみ方が大事です。やってみます。はい、大事なのはこの手から悪魔につながっているチェーンはまっすぐに直線的にして、奥の方はたわませるってことです。飛んでいる悪魔を後ろからガッて捕まえたわけですから、この部分に関してはビーンと引っ張られているわけじゃないですか。そっちの方がこの悪魔が必死こいて逃げている感じが出て、動きを感じられて面白いので、こういう部分はね、大事にしてあげてください。あと後ろ背景の部分なんですが、これね、ちょっと面白い表現なんですよね。よく見るとマーブル模様になってるの。ただですね、ちょっと全体的に色が濃すぎてキャラクターを食っちゃっている感じがあるので、もう少しだけ淡い色にしてあげてもいいかもしれません。はい、マーブル模様を作る時にはいろいろやり方はあるんですが、楽しいのはクリスタの歪み通路を使う作り方です。例えばこんな風に画面を塗りつぶしたら、適当にね、ガチャガチャっと色をのせていきます。ガチャ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 、はい、もう一色ぐらいガチャガチャっと塗りつぶしていきます。はい、もうこのぐらいね、適当でいいです。こんな感じで適当にガチャガチャしていきます。そしたらさっきの絵を見ながら、こんな感じの形にマスキングしたいなっていう部分にマスキングを施したら、このね、歪みツールを選んで、さっきのガチャガチャした部分にこんな風にグリグリと筆を適当にね、走らせていきます。はい、そしてね、何回も何回もこうグリ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 とやっていると、ほら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 、徐々にマーブル模様になってきました。ほら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 、面白いでしょこれ。さらにね、やるごとに細かい模様になっていきます。ほら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 、楽しい。
はい、こんな感じでいいでしょう。そしたらね、これを統合してフォトショップの部分にコピペします。はい、そしてね、若干変形をかけていい感じに配置していきましょう。はい、こんな感じ。最後に後ろに飛んでいる悪魔ももう少しね、色を持ち上げて明るめに見せてみますね。はい、こんな感じです。今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。特にね、この色が変わったせいでかなりね、見やすく変化しているのがお分かりいただけると思います。ここね、ここ結構重たいでしょ。これ見比べると分かりますよね。はい、今回は色と構図について添削しました。一つ目のポイントは何といっても色、特に影色なんですが、あまりにね、黒を混ぜたような暗い影を全体的に使ってしまうと色がくすんでしまって、せっかく魅力的な形が描けていてもその魅力を邪魔してしまいます。影は必ずしも暗くしなくてもいいと覚えておいてください。そして二つ目のポイントは構図です。特に今回のようにここですね、ここ手前に逃げている悪魔、奥にそれを捕まえているキャラクターという感じで、前後感が大事な絵の場合にはあえて手前と奥のモチーフを重ねちゃってください。その方が見た瞬間に手前と奥の関係が一目瞭然になり、ストーリーを感じられるような絵作りができるようになります。この2点すごく大事なポイントなので、今日はぜひこれを覚えて帰ってくださいね。それと今回の構図に関してのお話、自分は結構構図やポーズが苦手だな、どうやったらうまい感じに調整できるのかわからないよっていう人は、こちらの動画、キャラクターがうまく描けない理由はポーズと構図の違いを理解していないからですがおすすめです。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ、準備はいいですか。気まぐれ気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。